白いのがあるんじゃないかって言って、まあ、当時目つけてた施設をこう、うん、学校あの試験場下がると同時にこうやって始まった、うん、施設をやってっていうのはこういう、そうビニールハウスだね、ビニールハウスを研究して、そうだ、ね、青柳さんが、まあ、今も僕らビニールハウスの中に入れてもらってるんだけど、うんうん、めちゃめちゃ暖かいんだよねここ空いてるのに、うん、これで調節して中の温度をこう調節する、ね、あちょっと開けたり閉めたりしながら、うんうん、この茶色いのなんか袋みたいなあこれもあれです、お米の袋を入れて、これはほらこれ聞くよ、棒を振る、棒を、うん、あの少しでも空気の層を作って、うん、全然違う、暖かく違います、ね、これね、だってビニールだけだったらきっと ね、そうですよね、で、うん、ハウスですと光が入ってきますので、はい、明るいので作業もしやすい、うん、あじゃあ人間のためなんですかこれは、植物のためじゃなくて、うん、で植物はまた、ま、向こうの星にあるうちはもう、はい、あでも そこの植物たちにはかかってるわけじゃないんですか、今ほうれん草は、ほうれん草はかかってないです、もっと寒くなってくると少しかけてあげないと、はい、あの霜で傷んだりします、寒さで傷んだりしますので、はははははかけるような形にはなりますけれど、はい、で自分たちが一番気楽にちゃんとできるように しないとね、でも面白いねこれ、家と農地がほらモザイク状にあるじゃないですかここ、うんうん、不思議な発展でね、うん、ここはもう調整区域だから、うん、あれここじゃなかったんだっけお父さん、あそこ、うん、え、あれほうれん草、ほうれん草だ、違う、綺麗ですよ、一面だ、これで何株ぐらいですかこれ全部で、全部で、うん、これ一本で何か、だこれすごい密集してますよね、そうだね、ほうれん草って僕こんな密集してるものだと思ってなかった、ね、うん、でもいや一応兄ちゃん巻くとまあ上手に巻けんだけどさ、うん、1単で9万株、これが1本がね9万本ある、9万本、すげえ、このワンライン、いや全部、ここ全部で1単ってさ100メートル10メートル9万本って、相当なんでこんな密集してもあの肥料っていうかあれ大丈夫なんですかこれ、こんな密集してて戦いじゃないですかもうこれ、うん、これはいけるね、こんなに密集して育てるもんなんですかほうれん草って、あくまでも計算上の話ですけど、うん、だいたい 3.5 センチに一粒、一粒っていうのはあの粒、種粒、一粒で落ちているはずなんですけれども、うん、まあ実際にはどんぐらいか、いやでもね、それが多すぎたらだって発育不良になるはずだから、これこんなもね、あのくっついてた方が生育は一緒に伸びるので、うん、いいというふうに聞いてます。へー、あ、そうなんだ、あまりくっつきすぎると今度競争に負けたのが出てしまうので、うんうん、その辺のバランスは難しい。めちゃめちゃじゃあ絶妙なバランスで巻いてあるってことじゃないですかこれ。びっちり出てますね。だってびっちり出て、もう全部出てるもん、びっちり。え、なんでこれ根っこ抜かないの？いや本当ちぎらないの？今根っこも食べてもらおうとしてる？はい。根っこを？あ、ごめんなさい。根っこを？なんで根っこ食べるの？根っこは一番糖度が上がってくるんですよね。この季節寒い。美味しい。この時期あたりが多分一番美味しいところだ。もう美味しい。なんでみんなこれを食べないんだろう。すいません。あ、来た。ちょっと小さ、収穫してる。ルカスが。入れていくんですよ。ぐるっと。でこう、うわ、結構早い、ね。こんな高く。それで持って帰る。うん、すごい。うわー。これを。これが醤油です。醤油？え、それ醤油なんだ。これ醤油です。そっから絞って醤油にするんだ。絞って麻袋に入れて、はあ、絞ってですね、はあ、すげえ。これでまだ1年目ですので。1年目。はい、うちは2年寝かせて。2年醤油。2年醸造、うん。ありがとうございます。なんだって自給自足のうちだ。もしあったらちょっと舐めてみます。うまいこれ。甘みもちゃんとあって。お店で売ってるのはね、うん、あの工場で作りますから、うん、効率優先になってくると思うんですけど、うん、全然効率関係ないので。贅沢な醤油なんだこれ。いい色だよ。